さあ、続きいきましょう。はい、宿屋で休んでね、はい、アネイルまで戻ってきました。とりあえず、じゃあ薬草変えるだけ買って、もう一回行くか。その前にね、売りたいものちょっと売っておいてって感じではあるんだけど、薬草じゃ買うか。小さなメダル、ちょっと預けたいっすね。エンドール行かなきゃダメかな。1個でも2個でもさ、ちょっとこう枠開けときたいってのあるんだけど、まあ、新たな仲間がね、早く、ちょっとね、増えてくれることに祈る。もう仲間イコール、ね、持ち物欄っていうかね、持ち物枠みたいなところありますからね。オッケー。さあ、どうなってるかな。義勇軍の方は全滅しなきゃいけどね。この主人公ご一行がね、ちょっと寄り道してた間にね、もう壊滅状態だったらちょっとさすがにね、まずいですよ。OK、最高。おー、やっとるやっとる。よかったよかった。まだやってたね。さあ、じゃあ、ちょっともう一回、行こう。炎の戦士。いいね。かっこいいね。OK。いやー、でも、ちょっとね、ダメージ大きいね。さあ、なんか、覚えろ。ベホイミとか覚えないかな、そろそろ。魔法トーン。まあ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 。まあまあまあって感じだけど。さあ、戻ってきましたよ。薬草いっぱい、あるけども。さあ、今のうちに本陣を。一番強いところをね、一番強いやつをこっちに回してくるというね。大した男だよ、リバスターは。天空装備持ってんだろ、お前。ちょっと待って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 。他者だな。一応前回まで持っていくか。よし。オッケー。よし、行こう。己、ここは絶対に通さぬ。さあ、行こうぜ。どう戦う地獄の鎧、ビビンバ、地獄の鎧。まあ、地獄の鎧から削りたいですけど。ねえ、どうしようか。スカラ。まあ、ターシャかな。イオレンダかな。前よりは、うわぁ、これやめてくれ、もう、痛恨。もうこの時点でだいぶ選択肢の幅が。イオ撃つ前に死んじゃったもんな、これな。ベギラマ、いや、これ無理よ、これ。ベギラマ耐えきれんって、魔法トーンか、もしかして。魔法トーン効くのかな。魔法トーン効くか。どうだ、効かない。ちょっともう一回、完璧に効かないかどうかっていうのは。よしよしよし、まあ、やっつけたとな、なんとか戦えなくもないって感じなんかな。オッケー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 、なんとかやれなくもないって感じか。ただ痛恨がやばいんだよ、痛恨が。魔法トン、まあ魔法トンよりだったら押し切る方がいいか。魔法トラ取らせてやるぜ。オッケー、いった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 。これでだいぶ気持ち楽なんじゃないか。ベギラマ一発は、うわ、寝るか。ベギラマにはちょっとね、耐えたいっすよね。うわー、やばい、あぶねー。うわー、寝るか。ちょっと待って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 。よし。ここ慎重にね、慎重に。MP 持ってきてんだったら持っていかせてやる。どうだ、うわー、やばい。よし、た、まだか、まだか。押し切れ押し切れ。ホイミ、どうだ、まだか。くそー、メルバの火力が欲しいところだ。
くそー。これベギ玉来たら、ターン車落ちるな。やばい、出るそばからもう。なに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 、生き返った生き返った。天使の腕輪の効果で生き返ったのか。ってことはもう、装備は外れてる。なるほど、そんな貴重な、アイテムだったのか。いや、これ無理っしょ。戻るよ、これ。うーわ、これ、もう。勘弁してくれ。勘弁してくれ。一回撤退させてくれ。頼む、一回撤退だ。いやいや、せめて、メルバ生き返らさせてくれ。戻れるよな、多分。大丈夫だよな。よしよしよし。最悪だ、これ。最悪だ。この状況でどう戦えと。さあ、追い込まれた。まあ、魔法の聖水使うか、じゃあ。祈りの指輪もあるからな。こうか。くそー。二人で挑むしかない。やるだけやるしかないぞ、これは。炎の戦士知らねえよ、てめえ。いやー、これ、こんなんで勝てんのか、これ。よし、とりあえず主人公ほぼ全開まで持ってきたけども、ターシャ。57、これはいいんだけど、魔法の聖水、ターシャ。38、あー、結構回復するな。じゃあ、主人公にも使ってやるか。27回復 OK。これで、いや、全開ではないけど、主人公全開ではないけど、あ、全開か。OKOK。よし、もうじゃあ、これで行くしかないよね。薬草も持ってるし。もう、死なばもろとも、行きます。生意気な虫けらどもめ。だが、この場所に直接戦いを挑んでくるとは、なかなかいい度胸をしておる。その勇気に免じ、お前たちはこの場所が近々に葬ってやるとしよう。直々にか。エスターク魔族軍、四将軍の力、遠くと味わうがよい。やだよ、もう。強いんでしょ、これ。ググは。主人公なんかデバフ打てるか、打てないやな。2フラムぐらいしか打てねえもんな。じゃあ殴ってバフ入れます。キャダルコ、マジか、マジかマジか。魔法打ってくんのか。うわー、ダメだ。キャダルコちょっとどうにもならんな、これ。まあ、ほとんどちょっと、うわぁ、ダメだ。防戦一方だ。まあ、ほとんど効くかね。いや、でもボス戦って考え、うわぁ、ちょっと待って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 、これ、ダメだ。こっからちょっとどうにもできん。あー、オッケーオッケーオッケー。通常攻撃飛んできたけど、まあ、ほとんど打ってみるか。効かねえよなー。あ、でも通常攻撃はそんな怖くない。効かないね。効かない。じゃあもう殴り倒すしかねえな。うわぁ。くそー。先に動けてるのが救いだな、これ。ただ、でもね、いった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 。ただね、これ、自利品にはなるぞ、ゆくゆくは。だから早いうちに決着つけないといかんないんだけど、いやー、メルバの火力が欲しい。メルバ確かね、あれもできるんだよね、デバフ。ルカナン、そう、ルカナン入れたいな、一発な、これ。そう、主人公だけじゃちょっと持たんぞ。うわ、1か。1だったら殴らない方がいい気もするよね。マヌーサ入れるか。マヌーサ入るかな。いった。
ダメか。やっぱり基本状態上効かないですね、こいつ。あ、ちゃ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 。効かないと見た方がいいかな。やばい、もう自力だぞ、これ。キャダルコ撃ってくるよね。うわー、ちょっと待って、先に撃たれた。ちょっと待って、今まで今まではちょっとこっち先生取ってたじゃない。マジか。いやー、これ倒せんぞ、タロット。おお、なんだ、回復した、回復したけど、いや倒せねえな、これバギー24。あー、ダメだなこれな。金持ってかれた。必死こいて貯めた金が。うわあ、これ。ああ、お告げか。いや、でも次いけるぞ、これ。これ、ねえ、ザコ蹴散らしたから、ボス戦の前の、ググアの前の。これ次いけば、もうダイレクトでググア戦になると思うんで、多分。そうなれば多分いけるぞ、これ。ああ、ちゃ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 。生き返らせる。メルバがいれば多分いけるんじゃないか。オッケー。よし、行こう。あー、ここまで戻されたか。だったら一回エンドール行って、エンドールに行ってさ、小さなメダル預けてこようか。持ち物欄がね、どうも圧迫されてしゃあないからね。ここか。お願いします。預けに来た。お金じゃない。お金は預けません。はい。あ、ちゃちゃちゃ。もう操作が、まあどうせ全滅するんだったらお金預けろよって話ではあるんだけど、ちょっと、はい。まあ縛りじゃないですけどね。縛りじゃないですけど、お金は預けないで、ちょっと行きたい。祈り入備はちょっと、これは、あれだから、貴重だから、預けとこっか。毒ガのナイフ売ります？タロット使うんだったら、あんまり攻撃力もね、そんな変わらんからね。毒ガのナイフ、まあ一応残しとくだけ残しとくか、まだ。さあ、さあさあさあ、どうしよっか。アネイル。薬草買っていきますか。まあ一応あった、まあこんだけあれいいか。ちょっと楽観的ではありますけども。さあ、来たぜ。来たぜ、もう一回。三回目だよね。三回目のチャレンジ。一つ目、ピエロ？こいつはもう、ボコボコに殴ってやるぜ。OK。まあ、メルバが生きてれば、ルカニだっけ？ルカニ使えるんじゃなかったっけ？ルカニ使えるな。オッケーオッケー。まあ、これで防御下げて火力で押し切るみたいな感じかな。理想的な展開は。オッケーオッケー。毒ガのナイフ様様。最高。もう一丁。行くぜ、もう一回。よーし。さあ、今回は、前とは違うぞ。一応、通常攻撃もあるということなんで、スカラを打たせとこう。ルカに。よーし、よし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 。オッケーオッケー。ホイミ、ターシャ。先に動けると信じて、ちょっと、どうかな。オッケーオッケーオッケー。こうなると主人公に殴らせたいんですよ。主人公殴らせたいんだけど、主人公にもスカラ入れるまでちょっと我慢するか。スカラで道具、薬草をメルバ。よし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 。ヒャダルコはもうなんとかして、うわー、でもなー、主人公を殺したらダメだ、死なせちゃったらダメだ。オッケーオッケーオッケー。なんとかやれてるぞ。
さあ、もう薬草だいぶ少なくなってきてるけど。よしよし、いいぞ。いいぞ、いいぞ。さあ、殴れ、殴れ。キャタルコー、これはきつい。これはきついぞ。まだあるか。うわー、薬草なくなった。薬草がなくなってしまった。防御。うわー、これは厳しいな。主人公はちょっとね、なんとしても攻撃したいんですよ。ターシャマンあんましなせたくないしな。メルバがね、ちょっとね、もうどうにもならんからね、これね。バシルーラ、魔法カンタ、魔法カンタ、魔法カンタどうだ。うわー、凍りつく息、こっちで来たのかよ、今度は。魔法カンタ打ったら。くっそー。いやー、いけるかなーと思ったけど、いや、でも、先に動くから、よし。よしよしよし。あとはもう主人公押し切れない？厳しいか？あ、ちゃ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 。厳しいかな？キャダルコ、ここちょっと我慢だぞ。ここ我慢。よし。どうだ？クリティカル。クリティカル来てほしいけど。どうだな？ダメか？まだダメか？やばい。ターシャがもうだんだん MP がなくなってきてる。押し切れー！ダメかー！くそー！まだダメかダメかー！くそー！倒せねー！つえー！マジつえー、こいつ。やばい、MP がもうない。MP がもうないぞ。ちょっと待て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 。お互いに掛け合うか。オッケーオッケーオッケー。通常攻撃来てるうちは、あれ？ちょっと硬くなったな。あれか。デバフの効果切れたんかな、これもしかして。いやー、もう無理だ。ダメかー。もう、勝てねー。マジか。めっちゃ強え。マジか。いやー、金持ってかれてるなー。めちゃくちゃ強いんですけど。いやー、厳しい。どう戦うかって感じだけど、マホトンは入らないしね。あ、ヒャダルコちょっとさ、どうにかなれば、まあ、活路は見出せんだけど、魔法カンタ。魔法カンタだったら今度はあれだったもんね。別なあの見たことない攻撃してきやがったもんな。でも魔法カンタで、防ぐってのも、まあ、ありっちゃありか。いやー、ちょっと厳しくね。うわ、あれだけいっぱいお金があったのに。くそ。まあ、とりあえず薬草だな。薬草持ってるだけ持ってこう。で、ルカニのデバフがさ、なんか途中で切れましたよね。やっぱある程度の、なんだろう。ある程度のスパンでさ、かけ続けなきゃダメなんですかね。いや、これあれだな。どうせ全滅するんだったらって考えると、コインに変えた方がいいかもしれませんね。なんだっけ。カジノのコイン。どうせだったらそっちに変えた方が、
いい気がするな、これ。あれ？ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ、こっちだ。なかなか厳しいね。ベロベロ。まあ、レベル上がって装備も整えてって感じで、そこそこ準備はね、いい準備できてるはずではあるんだけど、なかなか厳しいな。強いな。さすが、四天王。四天王だけあるぜ。もう一回行こう。スカラ、スカラ、まあ、スカラも大事だけどね。マホトン、マヌーサ。このあたり効かない。ラリーフォードが意外と効いたりしねえかな。ちょっと一発撃ってみるか。で、マホカンタ。やっぱり息吐いてくん、マホカンタ使うと息吐いてくんな、こいつ。あの、こちらの動きがもう、手に取るように分かるかのようなね。魔法カンタ、いいよ。効かない。スカラ。でも、ヒャダルコ撃ってこなくなったんじゃないか。なんかそんな気が、たまたまかな。たまたまかね、これ。あー、弾かれた。そっかそっか、スカラーだ、あと、あれか。スカラじゃねえや、ホイミダメか。それであれば、それであればもう薬草使えばいいんじゃねって話だよね。あー、こっちの方楽だわ。はい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 、そういうこと。楽だわ、こっちの方が。部下に、まあゼロか。はいはいはい、もうヒャダルコあからさまに打ってこなくなったもんね。こういうことか。こう、あー、ちょっと待って、これでまたヒャダルコ打ってくるじゃないか、これ。いや、もうこれもう目の色変えでヒャダルコ打ってきますよ、これ。そういうことなのか。ほら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 、もうねえ、もうね、予言者ですよ、もうこれ、完全にもう。そう、でも、そういうことなんだね、これね。あれか、メルバシなせたらダメなんだ、このバトルは。そういうことか。なんかちょっと、活路が見出せてきまして。これまた、そのうちあれだよ。デバフの効果が切れて、よだめが落ちるみたいな、感じだと思うんですよね。わかったわかった。オッケーオッケーオッケー。次だったらいけるぞ。次だったらいけるぞ、これ。まあ、一応、今回も最善は尽くしてみますけど。うん。魔法カンタを張れば、やつはヒャダルコを打ってこない。はい、わかったわかった。もう一回行こう、もう一回行こう。もう一回行こう。いや、ほんと死にまくっててね、申し訳ないですね、ほんとにね。いやー、こんなクソ動画っていうね、完全自己動画ではありますけども、これ。クソ実況ですよ、もうこれ完全に。ねえ、何やってんだよ、って思う人いるかもしれませんけども。でもね、死してもなおね、這いつくばってでも進むのがね、私のスタイルですから。よし。魔法カンタを貼ってからだな。魔法カンタを貼って、メルバの回復か、とにかく薬草頼みで行こう。そうしよう。で、HP 余裕あるうちに、ルカニとか、まあ、バフデバフを重ねていく。これでなんとかいけないかな。なんとか今回の動画でね、倒すところまでは行きたいっすね。日本動画ね、費やして全然進展がないっていうのがね、ちょっと、さすがにそれは避けたいから、精神使っちゃえ。行こう。いやー、なんとかね、やられっぱなしじゃさすがにね、気分良くないからね。なんとか倒しきりたいですよ。OK。OK, OK. でもあれ、少し希望が見えてきた。少し希望が見えてきました。
さあ、行くぜ。またお前かみたいな感じだよね。これ、相手から側からするとね。まあ、主人公はちょっとどうにもできないから、殴るしかないか。力を他者に言って、魔法カンタ。これで、オッケー。さあ、どうだ、効率危機。オッケー、オッケー。これだと、だいぶ楽。ディスカラをこっち、メルバはルカニを撃つ。よし。いいね。張り切ってますね。さあ、そしてスカラ、スカラも、あれかな？弾かれちゃうかな？ああ、弾かれるのか。そっかそっか。いい、でもいい。これでやれるぞ。これで戦えるぞ。オッケー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 、いけるいける、いけますぞ。これは押し切れ押し切れ押し切れ。もうキャダルコを打ってこないググアはただのググアですからね、これね。いけいけ、押せ押せ。さあ、ちょっとこの辺で回復入れようか。主人公はオッケーで自分で回復してくれ。よし、オッケー、いける、いけるぞ。デバフの効果はまだ続いてる。押し切れ押し切れ。あ、逃げた。これ倒したってことになったのかな。グー、踊れ、このわしに敵図を負わすとは。それでわしに勝ったつもりか。虫けらの分際で生意気な。誉れ高き四将軍のこのわしが虫けらごときに敗北するなど、そんなことは絶対にありえぬ。これでも暗いバシルーラー。あ、飛ばされた。ふん、虫けらは虫けららしく地の果てまで吹っ飛んでいくがいい。え、どうなったのこれ。メルバー一王子ターシャさん、くそー、ググア。おー、行ったのか、リバストが。あー、違う、リバスト動かせるようになった。何これ、120、ちょっと、HP120。 天空の剣、天空の鎧、天空の盾、天空の兜、来たね、これね。すごい強い。攻撃力117、守備力144。これ完全にこれ、リバストが戦った方が良かったんじゃないのこれ。無汚なリバスト。今日こそ貴様の首を取り、エスターク様への献上品にしてくれるわ。結構ぜ。倒そうぜ、ググは。あ、これはオートバトルになってますね。はい。キャダルコを弾き返す。いいね。リバストが、サクッと倒しちゃうのか、これもしかして。いった、回収陣域。でも魔法使えないんだね、リバーストって。どうなんでしょうね。おお、強い。お、倒しちゃった。 すげえじゃん。倒したよ。グフ、バカな、こんなはずでは。ググは、お前もいよいよ年貢の納め時のようだな。この戦いはお前たち魔族軍の負けだ。そして次の陣域で全てが終わる。さあ、覚悟はいいか。グヌー、負けだと。このわしが、魔族軍四将軍のググア様が、たかが人間ごときに撃たれるというのか。ヌオー、負けてない。このわしが負けるはずなどない、グヌーはまだ来るか、おちょぎ屋の悪い奴だ。がー、見るがいい、我が最後の力を、渾身の、ルーラー、逃げた？あ、逃げやがった。ググア、クソ、卑怯者め。逃げやがったな。リバースト無事か。ああ、しかしググアメ、まさかこの状況で敵前逃亡を図るとはな。まあいい、それより下半、勝ち時を上げるぞ。戦いを集結させなければ。おお、そうだな。よし、ここは俺に任せてくれ。何するの、この大軍を。うわー、アネルギー義勇軍が勝ったぞ。魔族軍の大将ググアはリバーストに倒され、尻尾を巻いて逃げ出した。我ら義勇軍の完全勝利だ。おお、そうか、俺たちが勝ったんだ。勝ったぞ、アレル義勇軍がついに魔族軍に勝ったんだ。危機、我らが負けた、そんなバカな、士気下がるかな。だが見ろ、大将のググア様がいねえぞ、本当に人間にやられたんだ。そんな、どうするどうするって、そりゃ。アレル義勇軍の者たちよ、これより生き残った敵の残党を、相当する、作戦移行する。魔族狩りだ、一切情けは無用、徹底的に狩り尽くせ。おう、まあ、魔族狩り危機、そりゃまずい。このままじゃやべえぞ。こうなったらもう逃げろ。
なんでさ、あの敵の逃げるのってこう優先的にね、こう発動するのかね、発動っていうかね。マズグ軍はいなくなった。オッケー、追い返したな。義勇軍のみんな、本当によくやってくれた。我々の勝利だ。いや、でもこれ、リバスと一人でよう足りたんじゃね、これ。さあ、アネールの町に帰ろう。動ける者は怪我している者に手を貸してやってくれ。胸を張っての凱旋だ。そして今宵は町のみんなで盛大に勝利の祝杯でいこうか。おう。主人公号一個はどうなったわけ、これ。はい。おおおじゃあ、これ、宴会中か。リバスと動かせるということで。リバスト、どうやらグーガーは今回のお前との戦いで相当な負荷で負ったらしいな。奴がすぐに再起するのは難しいだろうぜ。残った魔族軍の、軍兵の奴らもグーガーがいなくなったことで完全に統制を失ってすっかりチリチリバラバラになったようだ。グーガーの軍団はもう完全に壊滅したと見ていいだろうな。こう。うむ、しかし依然として世界各地でのエスターク軍の勢力が活発だ。ひとまずの脅威は去ったが、再び魔族軍がこのアネールの町に攻めてくる可能性は十分にある。長老衆とも話し合った結果、アネール義勇軍はまだ当面解散させず、引き続き町を守る任務に当たらせることにすると正式に決定した。そこでカハン、さっきも話した通り、俺が留守の間義勇軍の指揮はお前に任せたぞ。留守ってことは何、旅立つのか。ああ、どうにも俺の性には合ってないが、まあこうなりゃしょうがねえ、引き受けるぜ。だがリバスト、メルバたちを探しに行くとは言っても何か手がかりはあるのか。あの時ググアの放ったバシルーラの3人が一斉に北の空の方向へ飛ばされていくのを目撃した者がいるんだ。とりあえずその情報を頼りに北へ捜索に向かうことにするよ。きっと行く先でまた何か新しい手がかりが見つかるはずだ。あとは3人の無事を信じてひたすら地道に探し回るしかないな。ほう。なるほど。そうだな。だがあのメルバのことはきっとどこかで無事でいるはずさ。あの王子とジョーちゃんも意外とタフみたいだし大丈夫さ。本当はあれも一緒に来てるところだが、もうこうして、決まっちまったことだ。仕方ねえ。お前は旅に慣れているから大丈夫だろうが、しかしくれぐれも気をつけてな。そしてメルバたちのことよろしく頼むぜ、リバスト。ああ、必ず見つけ出して無事にアネイルに連れて帰るよ、約束する。長いね、しかしこいつらの話は本当に長い。おお、いっぱいいるいっぱいいる。じゃあ、行くぜ。あ、でも、あれだね、レベルハテナのままだけど、これ、どうなのかな。バシルラの威力が強力。海のど真ん中などに飛ばされていなければいいのですが。だよね。今日は僕もお酒飲んでいいんだよね。ダメ、ダメです。お酒とタバコは二十歳からですからね。じゃあどうしようか。セーブして終わるか？そうするかい？あ、もう誰もいねえな。みんな宴会やってるんですかね。あ、カテリーナさん。アリバスト来てくれたのね。その様子だともしかしてもう街を出発するの？ああ、一刻も早くメルバたちを助けに行きたい。いても立ってもいられないんだ。今度の作戦であの3人がググアと戦ったのは俺の指示によるものだ。俺はこれまでに何度か奴と手合わせをしていて戦いの癖を見抜いていたつもりだったのに、奴があんな呪文を使えるとは全く気づけなかった。俺が事前に、察知できてさえいれば的確な指示も与えられていたはず。やけにあれだね、リーダー気質だね、やっぱりね。責任感が強いというか、兄貴肌というかね、3人をあんな目に遭わせてしまったのは俺の責任だ。しかも俺はググアを仕留めきれず取り逃がした。完全なミスだ。町の英雄なんかじゃない俺は。最低の指揮官だ。ちょっと自己嫌悪に陥ってるな、これ。リバスト、こら、リバストったらまた弱気になってもっと自分に自信を持たなきゃ。あなたは義勇軍の隊長として最善を尽くしたわ。だからこそこうしてアネイルの町に笑顔が戻ったのよ。あなたがいなかったら今頃アネイルはとっくに魔族たちに滅ぼされていたはずよ。リバスト、自分を責めないで。メルバたちもきっと生きてるわ。大丈夫よ。すまないカテリーナ、お前にはいつも支えてもらってばかりだな。メルバたちは必ず助け出してみせる。待っていてくれカテリーナ。お前もあまり無理をするなよ。うん、ありがとうリバスト。気をつけて行ってきてね。私祈ってるわ。ということで自分の女にも別れを告げて、じゃあ旅立つのかな。はい。町の皆さんへの挨拶回りは済みましたが、また長旅になるかもしれないのでしょう。ちゃんとご挨拶してくるのですよ、ということで挨拶はしたぜ。とりあえずは一人話しかけだけどね。
足をやられてしまいました。あの過酷な戦場からこうして生きて帰ってこられただけでも幸運でしたよ。あの一応というお方、どうなったのか心配だね。じゃあ行くか。はい。まだ、ちょっと待って。ちょっと待って。まだなんか忘れてる？何か、あ、これか。長老か。リバースト、本当によくやってくれた。お主たち義勇軍のおかげでアネイルは救われたのじゃ。心から礼を言うぞ。本来ならゆっくりと戦いの疲れを癒してもらいたいところじゃが、メルバとサントハイメ王子の件、よろしく頼んだぞ。はい。今の、君の、話をしていたところ、リバースト、君こそは誠の英雄だよ。なるほどね。これでじゃ、いいのかな？はい。よし。これでじゃあ、行きましょう。さあ。全員話しかけたんじゃないの？ああ。いたいた、のずきのおっちゃん。のずきのじじい。これに話しかけて、誰も来ないつまらん。これで、いや、ちょっと待って。なんでまだ何か忘れてる？ちょっと待って。もう尺がいっぱいなんでね。もうそろそろにしたいんですけど。はい。せめて今夜だけは山で休んでいけばよいのに。あなたは前の時もそうでしたわね。そう、あの日もあなたがアネイルを旅立っていったのはこんな夜更けのことだったわ。おいおい、回想シーンが始まんのかよ。それは今から3年前のこと。アネイルの英雄、リバストがまだ天空の武器防具を手に入れる以前のお話です。アネイルの町で鍛冶屋の一人息子として生まれ育ったリバストは唯一の肉親であった父親を病気で亡くしました。その1ヶ月後、悲しみに暮れるリバストのもとにある一通の手紙が届いたのです。手紙の差出人は南のミントスの町に住むリバストの親戚と名乗る老人。当のリバストにはそれまで存在すら知られされていなかった人物でした。手紙にはリバーストに対してすぐにミントスへ来てほしい、どうしても話しておくべき大切な話があるとの内容が記されていたのです。へえ、そういうことね。あー、なんかレベル1になってるね。あー、はいはい、なんかあの昔のあれなんのかな、もしかしてこれ。はい、リバースト編って感じか。一旦とりあえずね、主人公編は置いといて、あの、リバスト編になるみたいな感じなんでしょうかね、これね。はい、OK。じゃあ、とりあえず今回ここまでにしておきたいと思います。ちょっとね、動画長くなりましたけども。はい、ここまでにしておきまして、次回からじゃあ、リバスト編いきたいと思います。はい、お楽しみということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。